私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。大切なのは歌、という思いで紅白のステージへ。昨夜のレコ大でインスタフォロワー40万人突破。2021年も大詰めですね。どんな大晦日をお過ごしですか？まず最初に、清志さんのインスタグラムのフォロワー数が昨夜40万人を突破しました。昨夜の第63回、輝く、日本レコード大賞、でもインスタグラムの話題になると、司会の吉岡里帰さんもフォローしてくださっているそうで、すっかり嬉しくなりました。放送終了後に、ストーリーズの更新通知があったので、そのタイミングでフォロワー数を見たら、40万3千人を超えていたのです。今、すでに40万4千人を突破していますが、放送前は39万8千人くらいだったかなぁと記憶しています。この年末の活躍でまた一気にフォロワーが増えることを期待してはいましたが、予想以上の加速ぶりに、嬉しくて、嬉しくて。そして、レコード大賞は、ダイスさんの、シトラス、に決定しましたね。おめでとうございます。簡単ふ。清志さんは、ハッピー。お純白の演技服をアレンジしたスーツで歌ってくださいました、ね。力を込めた熱唱に聞き惚れていました。後半、アクシデントがあり、清志さんは少し落ち込んでいる様子で、インスタグラムのストーリーズでも、その胸の内を書かれていましたが、その歌唱から熱い思いがビリビリと伝わってきていました。アクシデントに、その場で取り繕わずに、一瞬、歌いよどむくらい、魂込めて、のめり込むようにして歌っておられるのだと改めて感じたのです。そのことで、まことしやかにいろいろなことを書いているサイトを目にしたので、ここで話題にさせていただいていますが、フルコーラス歌う中で最後は4タイプのバージョンをリフレインしていきますよね。そのほとんど終盤のフレーズの出だしの歌詞を他のバージョンで歌い出してしまい、でもそのことにすぐに気づかれ、コーラスと合わないこともあり、一瞬言葉に詰まってしまったものの、すぐに歌い出されたという状況だったかと思います。なので、歌詞が飛んだり、不調ということでは決してありませんよね。念のため、清志さんもインスタグラムで速攻、涙のイラストと共に謝罪をされていましたが、そんな人間氷川清志の真心や生き様が伝わってのフォロワー増ではないでしょうか。ところで、ラジオの中の学校、東京 FM、スクールオブロック、の12月29日水曜日放送分はマイベストソング2021をテーマにしていたのですが、2021年によく聴いた楽曲、印象に残った、支えになった楽曲に、米京東が清志さんの、ハッピー、を選んでくださっていました。米京東、私は、氷川清志さんの、ハッピー、小森校長、わかる。米京東、特に今氷川清志さんは、本来の自分のハッピー、に向けて歩み始めている気がするのよ。だからこの、ハッピー、という言葉にものすごくメッセージを感じて、小森校長、うんうん。米京東、しかも元気のない今の世の中に、いい意味で開き直った曲。というか、ここまで単純に、ハッピー、と口ずさめて、テンションが上がる洋曲は、最近なかったかな？って思っていて、小森校長、わかる。米京東、しかも、天海祐希さんが出ている映画、老後の資金がありません。の主題歌なんだよ、ね。ミュージックビデオ、主題歌、ハッピー、PV 映画版フルコーラスバー、では、ハッピー、って歌っている横で天海さんが踊っているのよ。小森、校長、すごいね。米京東、そのミュージックビデオを見て、いつも元気をもらっています。丸記事にリアクションしてみませんか？私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。